久保田、マシューライトが近くにいますが、久保田が勝負いく、久保田のスクッと、うまかったですね。自分で勝負いきましたね。さて京都のポゼッション、琉球はおユトフのスリー、返してきましたね。打ち返してきます。大いに盛り上がるんじゃないですかね。はい、だいぶホットですね。マシューライトかシェックディアロー、いいですね。北京都ですが、自分たちのペースで1本ずつ返せるか。久保田コントロール、シェックディアロー、田代のアタック、クーリーに合わせ、あ、マキ、クーリーへのパス、ここはディアウドが見てました。ターンオーバーとなってマシューライト、そのマシューライトと玉代です。ステップバックスリーポイント、ありますよね。リズムを掴んでいますマシューライトです。その後よくリバウンドを取りました京都です。マシューライトからウドゥ、いいパス、こういうところですね。フロアビジョンしっかり見えてね、ファールでしたね。半身で当たってしまうとこう笛を吹かれてしまいますね。そうですね、まあ、バンプはね正面でしっかり受けたいところですね。おっとここでターンオーバーです。ディアロ走ってます。ディアロのダンク、もう1本って入ると乗ってくるので、はい、次の1本期待したいですよね。そしてターンオーバーからの2クォーターは残り2分切ります。小沢3ポイント狙います。そして決める、小沢のスリーポイント、非常にタッチがいいです。行ってしまった小沢ですけれども、ここは自信を持って打っていきましたね。はい、オープンになりましたね。キックアウト、小野寺中に入れる、ここはユトフがスティール、小野寺もかわしてユトフ自分で運んで決めました。レイアップ、マシューライト、ディアロー、パスがうまかったですね今の。こういったそのゲームのクロージングに関しては琉球の方が、まあ、経験値としてはあるかもしれません。ユトフのスリーポイント、いいですね。いいですね。おシェックディアロー、マシューライトのパス、もう一度仕切り直しです。セカンドチャンス、ディアロが前に出る、ターンオーバー、マシューライト様子を見ながらユトフキックアウト、小西がスリーポイント、いいですからね今日は小西。あ、ディアロに入れた、オープンになりましたね。ナイスパスですね小西選手。スクリーンに行くと見せかけてダイブだったんですよね。そうですね、やはりこうマシュライス選手に威力、はい、